編む、クロシェ&ニッティング。日本語パターンで1目、2目、と書いてあるのは、細編みのことです。この動画の最後に編み図があります。では、スタート。こんにちは、アムです。今回は、鬼滅の刃のつゆりかなおちゃんを編みます。今までとちょっと変わって、キロットスカートを履いています。ブーツを履いていたり、ケープがあったり、ヘアスタイルもちょっと特徴的で、こちらは貴重結びというおリボンをつけてます。まず本体からなんですけど、使用する糸はいつもと同じゲートピエロさんのコットンニート S です。そして使用する針も同じ、いつもと同じかぎ針の4号を使って編んでいきます。そしてこちらの体はシマとか何もありませんので、ただ普通にこちらのねずこちゃんの体の編み方と同じ編み方で編みます。ですので今日はやりませんけれども、一応説明だけ簡単にしておきます。まず輪の中に細編みを 1,2,3,4,5,6 目編んで、だんだん増やしていって頭を編みます。こちらからここが輪で6目、12目、18目、24目と増やしていきます。そして17段目、18段目で首になります。でこの後続けて切らずに、この続けて体を編んでいきます。こちらはこちらの編み方を参考にしてください。そして手と足も同じですので、こちらの編み方で手ですね、でこれをつけて、で足もつけるとこのようになります。全く同じに編んでください。そして体服ですけれども、体服は善一さんの時にちょっとこの辺詳しく説明しましたけど、同じ編み方です。これがこちらで、こちらとこちらがここ、前は黒で編みましたけども、今回は紫で編んでみました。ですので、こんな色ですね。目数は全部同じで、コットンニート S で4号で編みました。そして上は同じでいいんですけれども、この下のキロットスカートですね、こちらがちょっと違いますので、キロットスカートはこちらですね。これはちょっとやっていきますか。これはこちらからですね。まず鎖編みを20目編みます。ここですね、ここからここまでですね、20目編んで輪を作って針を入れて引き出して引き締めます。ここから鎖編みを 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 目編んだら、ここの20目目、この最後の裏山から細編みを編んでいくのでちょっと押さえておきます。そして立ち上がりの鎖を1目編んで、この20目目の裏山に針を入れて細編みを編んで、そして1目ずつ裏山に20目編んでいきます。そして20目編みましたら、これを輪にします。ですのでこの編み地がよじれないようにこうなってますので、
こう合わせて、そしてこちらの1目めに引き抜きます。1目め、ここですか、ここに引き抜きます。そして今度あと輪に編んでいきます。2段目、3段目、2段目編みます。立ち上がりの鎖1目で、ここの1目目から1、2、3、4、5、6、17、18、19、20目編んだら1目めの頭に引き抜きます。これで2段目ができました。3段目も同じように1目ずつ1周します。でこれは後でこことつなげて糸始末しますので1周編みます。2、3、3段目が編めました。こんな感じで輪になっています。で次は増やし目です。4目編んで2目増し目ですね。で4目増し目と編みます。ですのでまず1目を4回です。1回、2回、3回、4回編んだら次の目には2目編みます。1、2、また1目4回です。1回、2回、3回、4回編んだら次の目は2目です。1、2、また1回、2回、3回、4回編んだら次の目は2目です。1、2、また4回編みます。1回、2回、3回、4回編んだら次の目に2目編みます。そして1目めの頭に引き抜きます。で4段目ができました。で5段目は3目2目3目2目これを繰り返していきます。3目2回2目を6回です。1目ずつ3回そして増し目ですね、すみません。1目ずつ1回、2回、3回編んだら次が2目です。1、2、これを6回繰り返して編んでいきます。だから 1目を1回2回3回2目です。1回、2回、3回次が2目です。でまた同じように1目を1回2回3回やったらここで増し目です。はい、だんだん広がってきました。次は6段目です。1目を2回で2目で、この後は1目4回2目で最後は2目編んで終わります。まず最初は不規則に2目、1目2回で2目です。1目が1回、2回、次が2目で増し目です。1、2、次は1目、2目です。4回1目を編んだら次に2目編みます。1、2、でまた1目を1回、2回、3回、4回編んだら次の目に2目編んでいきます。でこの図のように編んでください。6段目まで編みました。で6段目まで編むと36目になります。そしてパンツの時はここの股のところを残したんですけども、キロットスカートですのでこれは残さずに
右と左の足で編んでます。ですので36なので右足と左足で半分ずつに分けます。18目ずつ。そしてこちらの方が分かりやすいかな。今6段目で36目になってます。で右足が18目に分けるので18目に分けて、それを2目ずつ増やして20目にします。でここですね、こことここで増やして20目になります。でそれを今から編んでいきますね。ですので 1,2,3,4,5,6,7,8 目編んで、次が1目8回で2目です。でまた1目8回で2目です。まず1目8回編みます。1,2,3,4,5,6,7,8 回編んだら次が2目です。1回、2回ってことは2目ですね。2目で次1目8回です。よいしょ。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、1目8回編みました。次が2目です。同じところにもう1目。これで20目編んだことになります。そしたら今度はこれを輪にして編んでいきます。ここの足が入るように輪にして編みます。ですのでこのまま続けて編んじゃうとダメなので、こういう感じになってこっちの足とこっちの足と分かれるようになります。ですのでこの目はここの1目目に引き抜きます。1目目の頭にここで引き抜きます。そうするとこうして足が分かれました。で次8段目は1目4回編んで2目、それを 1,2,3,4 回ですね。8段目、8段目1目を4回、そして次の目が 2目、それを4回繰り返します。で24目になります。ここと同じですね、書き方が違うだけです。ですのでまず1目4回編みます。立ち上がりの鎖を1目編んだら1目4回です。1回、2回、3回、4回で次の目に2目編みます。1,2でまた1目4回です。1回、2回、3回、4回編んだら次の目が2目です。1,2,1,2次が1目4回です。1回、2回、3回、4回編んだら次が2目です。1,2また1,2,3,4回編みます。1回、2回、3回、4回、そして次の目が最後が2目です。そしてもうここで終わりですので、引き抜かないで糸始末をします。引き抜くとね、汚くなってしまいますので、チェーンつなぎで糸始末をします。今ここで終わってますので、1目目のチェーンに針を入れて引きます。そしてこの最後の目、このチェーンがあります、この真ん中に戻ります。でこれでつながりました。でこのまま普通糸始末するんですけども、ちょっとこの嫌いなんですよね、もう一回やりたくなるんですよね私。そうするとしっかりつきますので、これでしっかりつきました。そしたら裏側でこちらに糸が出ないように潜らせて、こうして根元で切ります。これで片側ができました。でもう一つ、今
こちらの足しか入りませんので、ここも編みますと同じ編み方です。今ここまで編みましたので、次の目ですね、ここに針を入れて糸をつけます。そして立ち上がりの鎖1目編んだら、ここから同じように1目8回2目、これを2回繰り返します。ですのでここから1、2、3、4、5、6、7、8、8ですね、8回やったら次が2目です。1、2でまた1目8回です。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回編んだら次が2目です。1、2、そしたらこれはこちら側の今の1目目の頭です。ここに引き抜きます。これであとはもう一段編むだけです。1目4回2目を4回繰り返します。立ち上がりの鎖を1目編んだら、根元から1目4回1回、2回、3回、4回編んだら次が2目です。そしてぐるっと編んでください。で糸始末します。そうするとこういう形になります。ここは針に糸を通してつなげて閉じてください。はい、キュロットスカートができたので、この子に着せていきたいと思います。まず回復の上着を着せます。で打ち合わせはこうですね。でキュロットスカートを履かせます。スカートは上から、よいしょ、こうですね。で後でブーツ履きますので、足がちゃんと見えるように上の方にここギリギリまで上に上げちゃってください。こっちか、打ち合わせがありますね。よいしょ、こんな感じですね。そしたら軽く同じ糸で留めてください。半返し縫いで軽く縫ってください。そしたらベルトですね。ベルトはいつもと同じ鎖編みを20目か22目ぐらい、今度ここ太ってますので22目でギリギリかもしれない。どうせ後ろはケープで見えなくなりますから、足りてもどっちでも余っても足りなくてもどっちでも大丈夫なんですけど、そしたらこれをだいたい真ん中、チェーンの真ん中を真ん中に合わせて、このチェーンがねじれないように後ろに持ってきて、でこのキュロットスカートの上のあたりですね、この辺で合わせて、でまずこの端と端をこうつなげるように最初縫って、それからこちらをチェーンの真ん中を半返し縫いで縫ってください。そして余った糸でバックルを刺繍してください。そしてボタンは色違いで刺繍して、名札と刺繍してください。そしたら今度はブーツですね。ブーツを編みたいと思います。ブーツは図をどっかに図を描きましたね。あ、これだ。こちらの方がいいと思います。ブーツを編みます。ブーツこちらです。こんなブーツを編みたいと思います。
ず作り目はここは 1,2,3,4,5 目と立ち上がりの鎖1目ですけど、まず鎖編みを5目編みます。ここからスタートして鎖編みを5目編みます。 1,2,3,4,5、 そして鎖の裏山のこの目から細編み編んでいくので押さえておいて、立ち上がりの鎖を1目編んだらこの目に裏山に針を入れて、ここで1、そしてあと今1,2,3,4,4目まで1目ずつ編みます。1、次が2目目です。よいしょ。2,3,4目編んだら最後に1つ残ってます。この鎖に細編みを3目編みます。まず1目編んで、そしてこの編み始めの糸を向こう側にして、で同じ場所に針を入れてあと2目編みます。これでこの目に3目編み入りました。そして今度鎖の裏山の反対側です、鎖の反対側ですね、そこに 1,2,3,4 と編みます。ここから1,2,3,4で、普通だったらここにもう1目編んでこちらに立ち上がるんですけども、こうかかとを作りたいのでこのまま1目目のここの頭ですね、ここの頭に針を入れて引き抜きます。ちょっと待ってください、引き抜きます。これで1段目ができました。で2段目は立ち上がりの鎖編みを1目編んだら、まず1目ずつ 1,2,3,4 回編みます。1回2回3回4回で、ここから問題なんですけど、ここに細編みが3つあります。その3つに長編みの3目一度を編みたいと思います。まず長編みですので糸を1回かけて次の目に針を入れて、で糸をかけて引き出して、で2本だけ抜きます。でまた糸をかけて次の目に針を入れて、糸をかけて引き出して、また2本だけ抜きます。でまた糸をかけて次の目に針を入れて、糸をかけて引き出したらまた2本だけ抜きます。で針に4本残りました。そしたらこれを糸をかけて全部抜きます。これで長編み3目一度ができました。次はこちらですので1目ずつ4回です。今ここまで終わってますので、ここから 1回2回3回4回そしたら1目目の頭にここに引き抜きます。で引き抜いたんですけど、今これ表が内側になってます。ですのでここで編み地を返したいと思います。ぐるっとひっくり返します。よいしょ。でこちらの編み始めの糸、長い糸邪魔ですので2センチぐらい残して切っておきます。で中に入れておきますね。そしてここまで来るともうここができましたので、あとはまっすぐ増減なしに、今1段目と2段目ができました。あとは増減なしに6段目まで9目で細編み9目で編みます。1,2,3,4 で5,6,7,8,9 です。ですので針を戻したら立ち上がりの鎖1目編んで、根元から1,2,3,4で、次が分かりにくいんですけど、長いんですけどこれですね、この2本をすくって、でこれで5で、次はここがここですね。で6、次7,8,9目編んだら
1目めの頭に引き抜きます。1目めの頭はちょっと離れています。ここは前段で引き抜いた目ですので、ここが1目めですね。ここに引き抜きます。ここがちょっと分かりにくいと思います。でこれで3段目ができました。あと4、5、6段編んでいきます。増減なしですので分かると思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、そして1目めの頭に引き抜きます。で同じように1、2と5、あとはまっすぐですので分かると思います。でこういう6段目まで編むとこういうブーツができます。でブーツが2つできましたので、この子に履かせたいと思いますけども、この履かせるときにこの足にこうつま先がないんですよね。まあ、つま先こうやればいいんですけど、こういう形で入りますので、ここがないのでここに綿を詰めたいと思います。つま先のとこだけ全部に入れないでください。つま先だけです。ちょっと多いかな、大丈夫か、ちょっと多かったですね。つま先だけ入れます。つま先だけ綿入れて、ここに足が入るようになります。こちらも少ない。このブーツのつま先だけ入れます。そうするとちゃんと足の格好になりますので。はい、でこれこっちをつま先の方に綿を仕込んでおいてください。でここはないようにしてください。こちらもつま先だけで。ここは入ってません。そしたら、足を履かせるんですけど、こうやってもここ何も入ってないのでくしゃくしゃして入らないので、こちらもピンセットを使って足を入れていきます。よいしょ。そうすると入れやすいと思います。でこちらもピンセットで足を入れます。よいしょ。こんな感じでブーツが履けました。そしたらこの周りを白でちょっと半返し縫いで留めておいてください。で留めたら、ごめんなさい、こちらのようにちょっとバッテンで紐みたいに編み上げみたいにちょっと刺繍をしました。でこれでブーツはおしまいです。ではこちらのケープを編みます。ケープは編み図はこちらで、使用する糸はこのコットンニート S ではなくて中細毛糸を使います。こちらを使いました。中細毛糸です。ですので針もちょっと細くて3号の針を使って編んでいきます。でこちらはただ普通に鎖編みを34目編んで、立ち上がりの鎖編みを1目編んで、細編みを1目ずつ34目編みます。そして往復編みですので輪編みではないので、ここでターンして立ち上がりの鎖編みを1目編んで1目ずつ34回、でずっと往復編みでずっと編んでいって、で15段目で1目を4回2目1度、1目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 4回2目1度、最後1目4回編みます。そして今度戻りますので、立ち上がりの鎖を編んで1目5回2目1度、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 最後1目編みます。そうすると最初ここ34目でしたけども、15段目で減らしますので29目になって、16段目でここで 1,2,3,4 目減らしますので25目になります。そうするとこういうケープができます。
でこれをこうして合わせて肩のあたりですね、こう巻いてここで留めます。でちょっと緩くなったりしてここが余っちゃうようでしたら、少し軽くあのジグザグ、あのぐし縫い、あのぐじゃぐじゃって縫って、あのキュッと絞ってくれれば肩に馴染むようになると思います。そしてここに問題は、ここのリボンなんですけども、几帳結びというあの結び方なんですけど、これはとてもね、あの紐で、太い紐でやれば割と簡単なんですけども、このコットンニード S でやったんですけど、これだとあのゆる、あのなんていうの、柔らかいですから、とても結びづらいです。だからもし硬い結びやすい糸が、糸じゃない、あの紐が、細い紐があればね、そちらの方がいいと思いますけども、私この細いの、あの柔らかい糸でやったので大変でした。でもやりたい方は頑張って、あの YouTube かなんかで結び方いっぱい載ってますので、ぜひ挑戦してみてください。そして刀はいつものこちらですね、アルミ自在ワイヤー、太さが2ミリ、これをこのくらいに切って、でボンドをつけて、糸を巻きつけて、乾かして好きなところでカットして刺してください。で刺してからまたこれで留めておきます。で、髪の毛ですね、髪の毛やってなかったですね。髪の毛はおかっぱになってます。ここのところは5段目までは6目ずつ増やす編み方です、いつもの。そしてそこから変わってるんですけども、5段目まで30目までできます。そしたらここから往復編み段でいきます。そしてこれ見せた方がいいかな、ここが6目ですね。6目でスタートして12目18目24目30目まで編んだら、そしたらここからこうして編んでいくんですね。6段目ここ編んだら7段目戻って編んでいくと、横から見るとここがてっぺんですね。こうしてこうなって編んでるんですね。でこうかぶせてみますか。そうするとここがてっぺんですね。ここですね、これが。でこうなってかぶすと、ちびまる子ちゃんみたいなヘアスタイルができてるんです。こんな感じで、ここが6目で12目18目24目30目まで編んだら、ぐるぐる編んだら、ここはこうして往復編みで編んでいきます。この図のように編んでいきます。でこんな感じになります。そして、前髪はこれはいつもみたいな難しいやり方をしないで、この頭を半返し縫いで、あの後ろ髪ですか、後ろ髪を留めてから、どっかこういうところに、どっかってことね、真ん中に出して、そしてこうして長さ好きなところにこうやって、でまた真ん中に出して、そしてまたちょっとずらして、あんまり同じ長さじゃない方がいいと思うんですけども、こんな感じで、こんな感じで刺しただけです。そしてこういう前髪作りました。でこれは何か手でもいいんですけど、これだとちょっと短いかな、ちょっと伸ばせばいいか、こうして巻きつけて、ちょっとだけでいいですね、巻きつけて
って切ってここを切ってでここを留めてここですねここに縫ってでここはちょっと例のこれをこのままつけちゃうと硬すぎますので水と一対一で溶いてそしてちょっと固めてあります。ガチガチじゃなくてなんとなくこのこれだとふにゃふにゃですので少しまとまる感じにこのボンドとお水でやってあります。そして、目がいつもフェルト使ってたんですけどもこの小さな お顔にいろんな色をフェルトを重ねて乗せるとだんだんこう分厚くなっちゃうんですね。それで何かいいことないかなと思って作ったのがこれですねガラスカボシャこれを使いました。これとまず目を印刷してそしてこの裁縫上手これをこの中に入れてちょっと待ってください。この平らな方と丸くなってる方がありますので平らな方にこれを塗ってそして印刷したところにこう置いて出てきたのがこちらでした。よいしょ。こんな感じにできますの でこれ後で乾いたら紙を切り取る印刷した紙を切り取ってるんですけどもあまり綺麗じゃないですけどねフェルトを何枚も重ねるよりはすっきりしてるかなと思って使いました。であとこのトレードマークの蝶々さんなんですけども髪飾りなんですけども両面になってます。これはどうやってやったかと言いますとこれはねいろいろ裏技を使ってます。これラミネートシールです。ラミネートシールに蝶々を2枚印刷して両面テープで合わせてラミネートシールにサンドイッチして挟んでそれでバーッと熱をかけたんです。するとこんな感じになりますのでそれをハサミで切ってそしてまたこの裁縫上手でここに留めました。そうすると結構編むよりは細かい模様が出て面白いかなと思います。そしてここに吊るすのを鎖編み4目編んで作ってそしてチェーンはいつものこちらはセリアさんですね。セリアさんのチェーンをキーチェーンをここにつけました。これで完成です。でこの辺着せる時にこのちょっとと画像を見ながらちょっとこのこれは縫い付けてあります。落ちてこないように縫ってあります。でここの首のところも縫ってあります。そうするとこう首がクタクタしてますからここで縫うことによってしっかりします。こんな感じですね。なんかこのカボーション愛初めて作ってみたんですけど面白いかなと思います。これもはい、私のアイデアですけど、よかったら真似してください。以上です。お疲れ様でした。
チャンネル登録をよろしくお願いします。